はい、ただいまご紹介いただきました私特許庁国際衣装商標出願室の赤木と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずは皆様本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日私の方からお話しさせていただくテーマでございますけれども、商標の国際登録制度、いわゆるマドリッド制度、マドプロですね、における国際登録願書、いわゆる MM2 の書き方とその後の手続きについてということでお話しさせていただければと思っております。まあ、そういう意味では、手続き的な側面に関するお話がメインになりますので、もうすでに何件もマドプロ出願をされているという方におかれましては、ご存知の内容、多分に含まれるかと思いますし、もしかすると直前のワイポ日本事務所の方の講義とも一部重複してしまう部分あるかと思いますけれども、あらかじめご容赦いただければと思います。それでは早速ではございますけれども、講義の方を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。本日私の方からお話しさせていただく内容でございますけれども、大きく分けて5つございます。まず1点目といたしましては、マドプロ出願のための手続きといたしまして、 MM2 願書をご提出いただくまでについてお話しさせていただきます。2点目といたしましては、マドプロの願書をご提出いただいた後の手続きといたしまして、例えば方式不備があった場合、あるいはその欠陥通報が来た場合の対応についてご説明いたします。3点目といたしましては、これは国際登録後の手続きになりますけれども、主なものとして事後指定 MM4 の手続き、そして更新 MM11 の手続き、そして名義変更 MM5 の手続き、以上の3つについてご説明いたします。で、4点目といたしましては、マンドプロ特有の制度でございますけれども、基礎出願登録との従属性、いわゆるセントラルアタックについてもご説明いたします。で、5点目といたしましては、その他の手続きについても簡単に触れられればというふうに考えております。まずは1点目、マドプロ出願のための手続きといたしまして、実際に願書を特許庁にご提出いただくまでについてお話しさせていただきます。まずはじめにといたしまして、マドプロ出願をしていただく場合、まあ、日本の特許庁を通じてですね、マドプロ出願をしていただく場合にいくつか前提となる条件ございます。まず1点目といたしましては、商標権を取得したい、まあ、海外の外国ですねはマドプロ加盟国ですかというところで、まあ、当然のことながら、マドプロ出願でしていただける国というのはマドプロ加盟国に限られますので、ご注意いただければと思います。ただし、まあ、マドプロ加盟国ご案内の通り100カ国を超える国、加盟しておりますので、おおむねカバーされているのかなというふうに考えております。また直近で申し上げますと、カナダですとかブラジルにつきましても、今年加盟発行しておりますし、東南アジア地域で申し上げますと、マレーシアにつきましても今年の12月の27日に加盟発行予定でございますので、さらに利便性高まるのかなというふうに考えております。次、2点目といたしまして、日本に基礎となる基礎の商標の出願あるいは登録がありますかというところで、これマドプロ特有ですけれども、マドプロ出願の前提ベースとなる、商標の出願、これ登録に至っている必要はございませんが、出願あるいは登録が必要となります。で、3点目ですけれども、これいわゆる出願人適格というところで、日本の特許庁を通じてマドプロ出願をされる場合におきましては、出願人の方ですね、日本法人様を含めまして日本国民である、あるいは、日本の国内に住所もしくは居所、まあ、法人様の場合は営業所を有している必要がございますのでご注意ください。で、最後4点目ですけれども、海外で取得したい商品、役務が基礎に含まれていますかというところで、言い換えればマドプロ出願でしていただける商品あるいはサービスというのは、基礎の出願でしていただいている商品サービスの範囲内に限られますので、こちらもご注意いただければと思います。以上の要件を充足される場合におきましては、マドプロ出願というのは日本特許庁を通じて行っていただくことが可能でございます。ここではマドプロ出願の流れについて簡単にご紹介できればと思っております。まず、出願人様、代理人様の方で、出願処理を作成いただきます。こちら、MM2 の様式になりますけれども、作成いただきまして、特許庁にご提出いただきます。で、本国官庁たる特許庁の方で、方式審査、および、先ほどご紹介した基礎の出願との、同一性認証を行います。で、もうそこで不備が発見されるような場合におきましては、差し替えという形でご対応いただく形になります。で、我々の方で、不備がないというふうに判断された
場合に、我々本国官庁特許庁の方から国際事務局 WIPO の方に、MM2 を提出いたします。そして MM2 につきまして、国際事務局 WIPO におきましても方式審査行われますので、そこでもし不備があった場合におきましては欠陥通報参りますので、そちらにご対応いただく必要がございます。で晴れて、不備解消していただいた場合には国際登録に至りますけれども、まあ、この段階では何ら権利発生しておりませんで、その後各指定国における審査に付されるというような流れになっております。ここでは、ご提出いただく書類についてご紹介できればと思っております。マドプロス菅におきまして必ず必要となりますのは丸 ① 丸 ② の2点になります。丸 ① につきましては特許印紙を、添付した書面ということで、こちら特許庁への手数料といたしまして9000円の特許印紙を貼っていただいた、A4 1枚紙、そしてそちらにこう出願人様のお名前ですとか基礎の出願番号、登録番号、そして、出願人様の整理番号を記載いただいた書面というのを、ご用意いただきます。まあ、MM2 の頭紙のようなイメージでございます。そして丸2でございますけども、こちらが MM2 本体でございます。こちら、言語英語になりますし、こちら複数枚ございますけれども、ホッチキスです、まあ、ステープラーで留めずにですねクリップ等で、留めていただいてご提出いただければと思っております。丸 ③ 丸 ④ につきましては、特定の場合にご提出いただく必要がある、あるいは任意のご提出いただく書面になりますけれども、丸 ③ MM18 につきましては、マドプロス菅においてアメリカを指定いただく場合のみ、ご提出が必要となります。こちらはアメリカを指定する場合であれば必ず必要となる書面でございますので、ご注意いただければと思います。具体的には、MM18、まあ、表彰を使用する意思の宣言書でございまして、実際にそのマークを使用しますというような宣言をいただく書面になります。こちらも MM2 と合わせて、特許庁にご提出いただく必要がございます。ここで、右下の部分ですけれども、テキスト、P23 から44という記載ございますけれども、こちら、お配りしております青いテキスト、におけます対応するページ番号になっておりますので、スライドと合わせてテキストの方も合わせてご参照いただければと思っております。続きまして提出先提出方法でございますけれども、マドプロス菅につきましては、必ず紙でご提出いただく必要がございます。なので、日本の特許庁本郷官庁でございますけれども、窓口でのご提出、あるいは郵送でのご提出、二つ、選んでいただいて、ご提出いただく流れになります。国際事務局の方に直接ご提出いただくことはできませんので、ご注意ください。また注意点といたしましては、郵送の場合ですけれども、書類が特許庁に到着した日が受付日になりますので、ご注意いただければと思います。これ最終的には国際登録日になり得る日付でございますけれども、例えば、優先権を主張されるような場合におきましても、なので優先期間内に必ず書類が特許庁に届くように、ご注意いただければと思っております。続きまして、こちらのスライドでは手数料に関して簡単にご紹介できればと思っております。マドプロス菅にかかる手数料でございますけれども、大きく分けて2つございまして、まず1つ目が、特許庁に納付する手数料といたしまして、1件につき9000円必要となります。こちらは、マドプロス菅におきまして、何カ国指定されるのか、あるいは何区分商品サービスを指定されるのかに関わらず、1件につき9000円でございます。二つ目の手数料といたしましては、国際事務局に納付する手数料といたしまして、基本的には基本手数料、こちら、マークが白黒かカラーかで異なってまいりますけれども、白黒の場合であれば653スイスフラン、カラーであれば903スイスフラン、そして加えまして、各指定国の手数料が必要となります。なので、この場合、その、どこの国に出願されるのか、そして、何区分商品サービスを指定されるのかによって、このあってまいりますので、計算いただきまして、必要な金額というのをワイポの口座に、外国送金いただく必要がございます。こちら、吹き出しに記載ございますけれども、その、国際事務局に納付する手数料、
の計算方法といたしまして、ワイパの方でフィーカルキュレーターというツールをご提供させていただいておりますので、こちらご活用いただきまして、必要な手数料というのを、計算いただければと思います。こちらも実際の使い方につきましては後ほど、ご紹介できればと思っております。続きまして、この様式、MM2 の様式の入手方法でございますけれども、必ず MM2 という様式を使用する必要がございますけれども、こちらの様式、特許庁のホームページからダウンロードいただきますので、ワードファイルでもダウンロードいただきますので、ダウンロードいただいて、編集いただいて、ご提出いただければと思っております。こちら、ご提供させていただいている様式、ワイパのホームページとリンクしておりまして、最新のものをご提供させていただいておりますので、作成される段階で、特許庁のホームページからダウンロードいただいて、作成いただければと思っております。MM2 だけではなくてですね、後ほどご紹介いたします MM4 ですとか5、こういった様式につきましても、特許庁のホームページから入手可能でございます。それではせっかくではございますので、実際に MM2 という願書の記載見本を見ながらですね、どういったことを記載する必要があるのか、まあ、その留意点に関しまして、簡単にご紹介できればと思います。お配りしておりますテキストでございますけれども、ページ番号136ページ、ご覧いただけますでしょうか。こちら見開きになっておりまして、136ページ左側がですね、実際の英語で記載されております様式でございまして、吹き出しで留意点等を記載させていただいております。右側がですね、参考訳になっておりますので、合わせてご覧いただければと思います。まず1ページ目でございますけれども、左上の部分ですけれども、いわゆる欄外ですね、アプリカンツリファレンスという記載ございますけれども、こちらの方はですね、出願人様の整理番号でございますので、ご自由にですね、案件管理のために、半角英数で、設定いただければ問題ございません。で、まず第1欄でございますけれども、こちら本国官庁となる締約国名記載いただく欄でございます。なので、日本の特許庁を通じてご提出される場合、必ずジャパンになりますので、忘れずに記載いただければと思います。これ結構、出現される方いらっしゃいますので、ご注意いただければと思います。続きまして、第2欄でございますけれども、こちら、出願人様の情報を記載いただく欄でございます。まず、括弧 A の方でお名前、括弧 B の方で住所を記載いただきます。こちら、必須の記載事項でございます。で我々、本国官庁の方でもですね、基礎の出願、あるいは登録との同一性の確認、まあ、その中で、出願人様の同一性も確認いたしますけれども、この、お名前、ご住所を持って確認しておりますので、正確に記載いただきますようお願いいたします。こちらの括弧 C でございますけれども、これ、もし B で記載いただいた住所と違う場所で、国際事務局からの通信というのを受けたい場合に、ご自由に記載いただける欄でございます。なので、住所と同じであれば、もちろん空欄でございません、問題ございませんし、もし、例えば法人様で、住所は一緒だけれども特に知財部で、書面を受け取りたいというふうな場合におきましては括弧 C 欄をお使いいただきまして、知財部というふうに記載いただければ、そちら宛に郵便が届くというような流れになっております。そして括弧 D はですね、お電話番号ですとかファックス番号の記載いただく欄でございます。こちらも、もし代理人様お付きになる場合等であれば、空欄でも、差し支えはございません。で、括弧 E は通信のための言語でございますけれども、これ日本を経由して行われる場合であれば、必ず英語である必要がございますので、忘れずにイングリッシュの部分に、チェックをいただければと思います。そして、括弧 F の欄でございますけれども、こちらはですね、出願人様の性質について記載いただく欄でございまして、任意の記載事項ではございますけれども、吹き出しにございます通り、アメリカ、そして、あるいはシンガポールを指定される場合におきましては、記載いただきますようお願いしておりますので、例えば、個人様であれば、国籍として、日本という記載、あるいは法人様でいらっしゃれば、法人様の性質として、例えばコーポレーション、そして、設立国として日本というような記載をいただくような流れになりますので、こちらもお忘れ、にならないようご注意いただければと思います。そしてページめくっていただきまして、次のページになりますけれども、第3欄。
こちら先ほどの出願人適格に関する欄でございますけれども、もちろん日本の法人様、あるいは日本人の出願人様でいらっしゃれば、括弧 A ローマ数字1の部分にチェックいただければ問題ございません。こちらもし、共同出願、まあ、出願人様が複数いらっしゃるような場合であれば、この第3欄につきましても、第2欄のみならず、設けていただく必要ございますので、ご注意ください。続いて第4欄でございますけれども、こちら代理人様の情報を記載いただく欄になります。従いまして、マドプロ出願をいただく段階では代理人の選任必須ではございませんので、もし代理人の選任されないというような場合におきましては空欄で問題ございません。他方代理人を選任される場合におきましても記載いただいた場合ですね、委任状の提出は不要でございますので、ご留意いただければと思います。続いて一番下第5欄でございますけれども、こちら、まさに基礎の出願あるいは登録に関する、情報を記載いただく欄でございます。こちらご留意いただきたい点としては3点ございまして、まず1点目でございますけれども、出願番号がですね、下6桁の頭が0の場合なんですけれども、この場合例えば、記載例で申し上げますと2018の012345という番号の場合におきましては、下6桁の頭0もですね、忘れずに記載いただきますようお願いいたします。また同様に出願日に関する記載でございますけれども、こちらも2桁表示お願いしておりますので、例えば4月の場合だったとしても04というふうに忘れずに0を記載いただきますようお願いいたします。3点目でございますけれども、設定登録なのでマドプロ出願をいただく段階でもう出願が登録に至っているような場合におきましては、登録番号のみ記載いただければ問題ございませんので、出願番号の記載は不要でございます。以上が2ページ目に関するご説明でございます。続きましてページめくっていただきまして3ページ目140ページ目でございますけれども第6欄、こちら優先権を主張される場合に記載いただく欄になります。したいまして、優先権を主張されない場合におきましては当然空欄で問題ございません。こちらパリ条約上の優先権になりますので、ご留意いただきたい点としては優先期間内での出願マドプロ出願が必要になりますので、さっきの出願から6月以内にマドプロ出願される場合におきましては優先権の主張可能でございます。記載いただく情報としては、さっきの出願をされた国、出願番号、そして出願日がメインになります。そして吹き出しに注意事項ございますけれども、もし仮にこの欄にですね、記載いただいた優先権の主張というのが、後ほど出てきます第10欄指定商品サービスの一部のみを対象としている場合、言い換えれば、この先の出願というのが第10欄の商品サービスの全てを網羅していない場合におきましては、どの商品サービスというのがこの出願にかかるものなのかというのを特定いただく必要がありますのでご注意ください。例えば、複数の優先権を主張される場合、複数の出願を基礎にしてマドプロ出願をされるような場合で、両方優先権を主張されるような場合におきましても必ず記載必要となりますのでご留意いただければと思います。続きまして第7欄でございますけれども、こちら、実際のマークを、掲載いただく欄でございます。右側に括弧 B 四角ございますけれども、こちら日本の特許庁が本国官庁である場合使用いたしませんので空欄のままで問題ございません。左側の括弧 A の四角の中に、マークを入れていただければと思います。マークの貼り付け方法ですけれども、もちろんその編集していただく過程の中で、イメージで貼り付けていただいても問題ございませんし、実際紙で打ち出した後にですね、紙でマークを貼り付けていただいても問題ございません。ただし、我々本国官庁の方の本国認証の過程でも基礎出願のあるいはその基礎の登録のマークとの同一性厳格に判断いたしますので、例えば縦横比ですとか色味ですとか、同一のものを貼り付けていただきますようご注意ください。続きまして第8欄でございますけれども、こちら、マークがカラーの場合であって、記載に関する主張をされたいというふうな場合に記載いただく欄でございます。
こちら任意の記載事項でございますので、カーラーのマークを出願される場合だったとしても、空欄でも、本語勘定としては、問題ございません。記載いただく内容といたしましては、カッコ A の部分で実際に使用されている色について、単純併記いただければ問題ございません。例えば、赤、青使用されている場合であれば、レッド&ブルーといった形で、記載いただければ問題ございません。カッコ B におきましては、実際その色がマークの中でどういうふうに使われているのかというところをご説明いただく欄でございますので、例えば赤の部分がこの、部分に使われていて、この部分については青色ですというような形で、説明を記載いただければ問題ございません。こちらアメリカを指定される場合ですね、記載いただくよう推奨させていただいておりますけれども、任意の、まあ、繰り返しになりますけれども、任意の記載事項ではございますので、記載がなかった場合に本語勘定の方から、追加をお願いするということはございません。続いてページめくっていただきまして、第9欄でございますけれども、こちら、その他の表示に関する記載事項でございます。こちらマークに関する、例えば翻訳ですとか、説明といった内容を記載いただく欄でございますけれども、基本的に第9欄に関しましては任意の記載事項でございますので、空欄であったとしても問題がありません。ただし、一点ご留意いただきたい点といたしましては、カッコ A でございますけれども、こちら、マークの音訳を記載いただく欄でございます。例えば、マークにおきまして、ローマ字以外、例えば、日本語の漢字ですとか、ひらがな、カタカナ、そういった言葉を使用される場合、まあ、含まれているような場合におきましては、そのひらがなとカタカナというのが、どういうふうに読まれるのかというものを、まあ、ローマ字で記載いただく必要がございますので、こちら必須でございますので、お忘れにならないようにご留意いただければと思います。従いまして、例で申し上げますと、先ほどの発明という漢字、マークに含まれておりますので、この場合であれば必ず第9欄のカッコ A の部分で、その発明という漢字がどう読むのかというのを記載いただく必要がございます。続きまして、ページめくっていただきまして、第10欄でございます。こちらが実際にそのマトプロ出願におきまして、していただく、商品あるいはサービスの中身を記載いただく欄でございます。この第10欄、大きく構造を2つに分かれておりまして、まず1つ目、括弧 A 欄でございますけれども、これが国際登録における、指定商品あるいはサービスを記載いただく欄でございます。いわゆるベーシックリスト、基本リストと呼ばれるものでございます。こちら記載方法といたしましては、左側に、区分、そして右側に商品表示、あるいはサービスの表示をいただければ問題ございません。で、2点目、括弧 B 欄につきましては、マトプロ出願におきましては、まあ、特定の国についてのみ、商品ですがサービスの表示を限定することが可能でございます。まあ、表示内容をカスタマイズすることが可能でございます。その場合に、まあ、国名、そして、その国名において、どういうような商品、サービスを指定するのか、というのを、括弧 B 欄を使っていただきまして、限定することが可能でございます。もちろん、括弧 B 欄を記載いただく場合におきましても、括弧 A 欄、ベーシックリストと、全く同じ表示を用いていただく必要はございませんけれども、括弧 A 欄で記載いただいた商品、サービスの範囲内である必要がございますので、ご注意ください。この第10欄における、まあ、記載事項に関する留意点でございますけれども、まず1点目といたしましては、商品サービスの区分、区分けですね、商品サービスの区切りにつきましては、コンマではなくて、セミコロンを必ず使っていただきますようにご注意ください。またもちろんその私服、スペースで足りなかったような場合におきましては、連続用紙使っていただけますので、足りない部分に関しましては、別のページでもって、商品サービスの表示いただけますので、ぜひご活用いただければと思います。最後に、吹き出しの一番下のポツでございますけれども、たまにですね、商品ですとかサービスの表示
の下にですね、架線ですとか、破線、点線を伏される方がいらっしゃるんですけれども、こちらのデータを取り込む際ですとか、ご登録の原因になってしまう可能性がございますので、架線ですとか、破線あるいは点線といったものは伏さないでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、ページめくっていただきまして、第11欄でございます。第11欄におきましては、実際にマトプロ出願におきまして、指定される国をチェックいただければ問題ございません。こちらの、第11欄における、注意事項といたしましては2点ございまして、まず1点目がですね、欧州、左から2つ目の列のですね、上から3つ目、欧州連合ございますけれども、欧州を指定される場合に限りまして、備考1でございますけれども、第二言語の指定が必ず必要となりますので、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、これらのうちから一つ必ずご指定いただきますようにお願いいたします。続いて2点目といたしましては、繰り返しになりますけれども、一応右側の列ですね、アメリカを指定される場合におきましては、MM18、標準の使用に関する宣言書必ず必要となりますので、ご注意ください。以上が第11欄でございます。続いてページめくっていただきます。第12欄でございますけれども、こちらは、出願人様あるいは代理人様におかれまして、サインあるいは押印をいただく欄になります。なので、出願人様、代理人様、いずれかの方の署名押印で問題ございません。こちらも、そのまま署名押印いただければ問題ございませんで、例えばその押印された方のお名前ですとか、日付、といった情報は記載いただく必要ございません。最後に第13欄でございますけれども、こちら特許庁の方で記載いたします欄になりますので、空欄で問題ございません。そしてページめくっていただきました。一番最後 MM2 の様式の中でつけていただくものとしては最後になりますけれども、フィーカリキュレーションシート、こちらの手数料の計算用紙でございます。こちら、特許庁の手数料ではなくて、実際に国際事務局の方に、納付いただく手数料につきまして記載いただく欄になります。ワイポにおける与納口座を利用されない場合におきましては、カッコ B とカッコ C について記載いただければ問題ございません。カッコ C におきましては、実際にその手数料を送金された方のお名前、そして、送金された日付、こちらも2桁表示をお願いしておりますけれども、日付を記載いただければ、問題ございません。そして、カッコ B の方ですけれども、こちら先ほどご紹介いたしました、フィーカリキュレーターを使って計算いただいた、金額というのをそのまま、転記いただければ問題ございません。実際にそのワイポの方に送金いただく金額として、最後、グランドトータルの部分に関しましても、忘れずに、金額の方を記載いただければと思います。様式の方のご説明に関しては以上とさせていただきまして、実際にフィーカリキュレーターの使い方に関しましても少しご紹介できればと思います。スライドの方に戻りまして、このスライドにおきましては、実際の手数料計算ツール、すなわち、フィーカリキュレーターの使い方に関して簡単にご紹介できればと思います。こちらも、検索でですね、フィーカリキュレーターと入れていただければ一番上に出てくるかなと思いますけれども、実際にその入力いただく情報といたしましては、5つでございます。左上の部分でございますけれども、まずはその特許庁が MM2 を受理した日に有効な日付、いつの時点における手数料が適用されるかという話でございますけれども、手数料の改定、頻繁に行われますので、実際に MM2 を出していただく日、直近の日付を選択いただいて、いただければ問題ございません。左側、オフィスオブオリジンの欄におきましては、ジャパンを選択いただければと思います。で3点目といたしましては、実際にそのマドプロ出願で指定される、その先ほどの第10欄のカッコ A、基本リストにおいて指定いただく、商品、サービスの区分数を選択いただきます。こちらの例であれば3区分でございます。で右側のそのタイプという欄におきましては、マドプロ出願される場合であれば、ニューアプリケーションというものを選択いただければ問題ございません。で最後5点目といたしまして、実際にこうしていただく
く国についてチェックをいただいて、もしそのマークがカラーであれば、カラーというチェックボックスがございますので、選択いただければ、自動で計算可能でございます。で、先ほどご紹介した括弧 B、第10欄の括弧 B で、特定の国に関して、区分数を減らしたような場合、限定したような場合におきましては、その計算結果におきまして、対応する形で区分数を減らしていただければ、自動的にそちらも計算結果として、反映されますので、ご活用いただければと思います。この例で申し上げますと、第10の A ベーシックリストでは3区分を指定していたけれども、イギリスについては2区分にしたというような場合におきましては、右側の部分、ですけれども、手動でですね、イギリスについて1区分分減らしていただければ、適正な金額というのは計算可能でございます。続きまして、先ほどアメリカを指定した場合に必ず必要となると申し上げました MM18 でございますけれども、こちら A の1枚紙でございまして、記載いただく内容としては、4点のみでございます。まず1点目が、菅兄様におかれまして、まあ、権限をお持ちの方のサイン。これ、押印不可でございますので、サインいただく必要がございます。サインと、まずそのサインをいただいた方のお名前、そして肩書き、そしてご署名日。こちらの4点の情報を記載いただいてご提出いただければ問題ございません。こちらも様式につきましては211ページ、お配りしております青いテキストも211ページ以降にございますので、ご覧いただければと思います。続きまして、こちらではですね、実際に第10欄で英語で指定商品サービスの記載をいただく必要がございますけれども、そちらの英訳の方法についても簡単にご紹介できればと思います。まず大前提といたしまして、願書におきまして、していただける、まあ、商品、サービスというのは、基礎とされている出願登録の範囲内に収める必要がございますので、例えばでございますけれども、マトプロ出願におきまして、スニーカーという商品をしていただく場合におきまして、もちろん、基礎におきまして同様にスニーカーという商品があれば、マトプロ出願でも記載いただけますし、加えて、スニーカーを含むような、スニーカーを包含するような商品というのも基礎で指定していただいている場合におきましても、マトプロ出願で スニーカーというふうに記載いただけます。例えば、基礎において靴類、あるいは履物といった商品が含まれていれば、その中にスニーカーも含まれているというふうに考えられますので、スニーカーという商品をマトプロ出願で記載いただくことが可能でございます。続きまして、こちらのスライドではですね、実際にその商品、サービスの英訳をいただく場合に、まあ、ご活用いただけるようなツールに関してご紹介できればと思います。3つご紹介できればと思いますけれども、まず1点目ですね、類似商品役務審査基準ございますけど、これ我々の方でも、普段本国認証をする形で使っているものでもございますけれども、こちらにおきましては、実際の商品のですね、まあ、包含関係、まあ、上位概念、下位概念といった関係性について把握が可能となる構造になっておりますので、先ほど申し上げたその範囲内かどうかという検討に際してご活用いただければと思います。で、加えて、日本語の商品サービスに対応する英訳というのも掲載させていただいておりますけれども、こちらデメリットの部分に記載させていただいておりますけれども、こちらの英訳というのが、あくまでも国内向けの基準でもございますので、WIPO 国際事務局において必ず採用、まあ、結果が来ない商品サービス表示かというとそういうわけではございませんのでご注意いただければと思います。特に、基準上ですね、括弧中という表記のあるものにつきましては、括弧欠陥通報の対象となった、商品サービス表示になりますのでご注意いただければと思います。他方、2点目ですけれども、マドリッドグッズ&サービスマネージャーというツールもございます。こちらメリットといたしまして、まあ、国際事務所 WIPO の方でですね、実際にマトプロ出願のために作られているツールでございまして、こちらで、掲載されている表示につきましては、原則として許容されるというふうに考えていただいても問題ございません。他方そのデメリットといたしまして、もちろん WIPO において採用可能な表示であったとしても、繰り返しになりますけども、基礎、でしていただいているその日本語の商品サービスの範囲内かどうかという部分に関しましては、検討いただく必要ございますのでご注意ください。で、3点目ですけれども、 J プラットパッドにおきましても英訳、ご紹介しております
ただ、こちらもデメリットといたしまして、商品サービスによっては英訳がない場合もございますし、こちらも類似商品英訳も審査基準同様でございまして、こちらで、ご紹介している英訳表示というのが、必ずしも、ワイポー国際事務所の方で、認められる表示とは限りませんので、こちらも、ご注意いただければと思います。実際それぞれのツールに関してどのような見た目かというので、3つご紹介しておりますけれども、これら、いずれもですね、やはりその第10弾の商品サービスの表示、ご検討いただく中でですね、まあ、必ずこのツールさえ使えば、まあ、確実だというツール、実はございませんので、まあ、これら3つのツールをですね、ご活用いただきながら、英訳の方をご検討いただければというふうに思っております。以上がですね、マドプロスガンをいただく際、MM2 のですね、記載方法ですとか、まあ、商品サービスの英訳の仕方に関するご説明でございました。ここからはその後半の講義の方を始めてまいりたいと思います。日本マドプロスガン後の手続きといたしまして、こちらからは、MM2 願書をお出しいただいた後の流れに関してご説明差し上げます。内容といたしましては、報酬不備の通知があった場合のご対応、そして、国際事務局の欠陥通報があった場合のご対応、あるいはその経過情報の確認の方法ですとかについてご紹介できればと思っております。先ほどのフローズでございますけれども、菅人様、代理人様の方で記載いただきました、MM2、特許庁のほどお知りいただいた後にですね、特許庁の方で方式審査というのを行わせていただきます。こちら本国官庁による審査に関してご説明差し上げます。我々本国官庁特許庁の方で、確認させていただく事項でございますけれども、真ん中の部分、チェック4つございますけれども、主に、4点でございまして、まずは願書様式について方式的な不備がないかという点について確認いたします。そして2点目、出願人適格といたしまして、まあ、日本人あるいは日本法人様、ですとか、日本国内に住所、居所があるかというような観点で、確認をいたします。そして3点目、4点目ですけれども、こちらはその基礎の出願、あるいは登録との同一性に関して、認証いたします。いわゆる本国認証という過程でございますけれども、出願人様の同一性、そして表彰マークの同一性、そして繰り返しになりますけれども、商品サービスの表示について、基礎で指定されている商品サービスの範囲内かどうかというところに関して、審査をいたします。もしそこで、何か不備があるというふうに我々の方で判断させていただいた場合におきましては、丸1といたしまして、方式不備の連絡をさせていただきます。こちら、電話あるいはファックスでご連絡させていただくような流れになります。でこちら受け取られた場合におきましては、菅人様、代理人様の方からですね、差し替えに必要な書面というのをお出しいただきます。もちろん全部を差し替えていただく必要、基本的にないかと思いますので、差し替えに必要なページのみご提出いただければ問題ございません。また、差し替えが必要になったとしてもですね、基本的にはその、当初、MM2 をお出しいただいた日付というのは維持されたままになりますので、ご安心いただければと思います。そして差し替え、まあ、訂正の期間でございますけれども、基本的には方式不備のご連絡させていただいた日から、原則14日以内、2週間以内をお願いしております。というのは、我々の方といたしましては、MM2 願書を受理してからですね、2月以内、2ヶ月以内に国際事務局の方に送付する必要がございますので、なるべく速やかなお対応というのをお願いできればと思っております。そして我々の方の方式審査が終了した後、ですね、ワイポの方に MM2、願書を送付いたしますけれども、それと同時にですね、商標の規定に基づきまして、送付させていただいた願書の写しというのを出願人様の方にも送付させていただいております。こちらはもちろんその差し替えが発生した場合であれば差し替え後のものが届けられるかと思いますのでご提出いただいたものと間違いはないかというのはご確認いただければと思います。次にこちらではワイポ国際事務局における方式審査そして欠陥通報の応答に関してご紹介いたします。
こちら、方式審査の不備があった場合におきましては、欠陥通報が来るんですけども、欠陥通報というと、かなり名前ギラつくんですけれども、もちろん適切にご対応いただければ、過失治癒可能でございますので、ご安心いただければと思います。実際の欠陥通報への応答の流れでございます。主に国際事務局の欠陥通報4種類ございます。上の部分でございますけれども、まず1点目、料金が足りないという料金欠陥通報。そして2点目、商品サービスの分類が違うという分類欠陥通報。で3点目、商品サービスの表示が、例えば不明確であったりとか、表示に関する欠陥通報。最後、その他の欠陥通報の4通でございます。こちら欠陥通報自体はワイポ国際事務局からですね、矢印丸1でございますけれども、出願人様にも送付されますし、本国官庁の方にも通報が参ります。なので我々本国官庁といたしましては欠陥通報を受領した段階でですね、それに対する応答の、書面の記載見本とともにですね、こういうふうな欠陥が来てますよという通報を丸2という形で、出願人様の方にも、まあ、重複になりますけれども、送付させていただいております。で欠陥通報が来た場合のご対応ですけれども、先ほどご紹介した4つの欠陥通報のうちですね、2点目、3点目、分類欠陥通報と表示欠陥通報の2つにつきましては、必ず本国官庁を通じて応答する必要がございます。従いまして、欠陥通報を受け取っていただいた後ですね、それについて表示を修正される場合、まあ、あるいは削除されるような場合についての応答書面を作成いただきまして、そちらを本国官庁の方にご提出いただきます。そして、我々の方で、再度ですね、基礎とされている出願、あるいは登録での指定商品、サービスの範囲内かどうかというのを、確認いたしまして、問題がなければ、我々は本国官庁の方から国際事務局の方に応答書面を送付いたします。こちらも同様でございまして、本国官庁への応答期間、まあ、14日以内をお願いしておりまして、もちろん一つの目安でございますので、必ず14日以内である必要はないんですけれども、なるべく速やかなご対応というのをお願いできればと思っております。他方一番下でございますけれども、先ほど申し上げました分類欠陥通報、そして表示欠陥通報以外の欠陥、例えば料金が足りないといった料金欠陥通報、につきましては、出願人様代理様の方で、直接国際事務局の方で、応答いただく必要がございます。こちら、ご参考といたしまして、欠陥通報に対する応答書面の見本でございますけれども、主に2つのパートに分かれてございまして、1つ目、左側、日本語で記載いただきます、内容でございますけれども、こちらは基本的にはその諸非事項、そして、基本的にはその出願人様に関する情報、代理人様に関する情報を記載いただければ問題ございません。他方で、こちらご留意いただきたい点といたしましては、署名押印いただく必要がございます。こちらの署名押印につきましては、先ほどご紹介いただきました、させていただきました、MM2 の第12欄でお使いいただきました署名押印と同じものをこちらでもお使いいただければと思います。他方、二つ目のパート、右側になりますけれども、こちらはですね、英語で記載いただく必要がございまして、こちらは、イメージとしてはワイポ、国際事務局に対する応答書面でございますので、諸事項とともにですね、実際にその商品サービスに関する表示を、どうしたいかという内容につきましても記載いただく必要がございます。この応答の内容に関しましては、引き出しでもなるべくシンプルな応答が望ましい、好ましいというふうに記載させていただいておりますけれども、例えば、表示を修正する場合であれば、アメンドというような記載、あるいは、国際事務局からの欠陥通報で記載ございます、審査官からの提案に同意されるような場合であれば、アグリーというような形、そして最後も、欠陥対象の商品、まあ、サービス表示に関して削除される場合、こちらデリートですね。それぞれの対応の、まあ、方針に関しまして、なるべくクリアにですね、シンプルに記載いただければ、国際事務局との間でも誤解がないかなと思われますので、ご留意いただければと思います。
続きまして、料金結果の対応でございますけれども、こちら先ほどご紹介いたしました通り、料金結果に関しましては出願人様、代理人様の方で直接、国際事務局に応答いただく必要ございます。そのためにツールといたしまして e ペイメントというツールございますので、こちらも、実際に不足している金額等も、分かりやすくなっておりますので、かつクレジット払いというのも可能でございますので、ご活用いただければと思います。続きまして、マドリッドモニターでの経過情報の確認に関してもご紹介できればと思います。実際出願いただいた後ですね、我らの方から、国際事務局の方に送付した後については、このマドリッドモニターを使いまして各案件に関する経過情報をご確認いただけます。具体的にはマドリッドモニターを開いていただいて、左側からですね、リアルタイムサーチをクリックいただきますと、手がかりとなるような情報、例えば、特許庁の整理番号ですとか、基礎とされている出願、あるいは登録の番号を入力いただいて検索いただければ、ご自身の案件が今どんな状態になるのかというのが確認いただけます。また、このリアルタイムサーチの中でですね、ニューアプリケーションの記載の横にありますこうワイポのリファレンスナンバー、ワイポの整理番号というのをクリックいただきますと、最新のですね MM2 の中身に関してもご確認がいただけます。従いましてこちらご確認いただきますことでですね、誤った内容で国際登録なされないようにですね、登録書が発行される前に、確認をいただくことをお勧めしております。例えば、出願者のお名前、ご住所で商品サービスの表示等につきましても、きちんとですね、ご自身でご提出いただいた内容というのが反映されているかどうかというのをご確認いただければと思います。そして実際にその、国際事務局での方式審査が終了した後でございますけれども、国際登録という形で国際登録簿に記録がなされまして、同時に各指定国への通報がなされます。この段階でですね、各指定国への通報とともにですね、国際事務局の方からは国際登録証という形で、国際登録の名義人様にも書類届きますので、こちらでも今一度ですね、内容について間違っていないかという点についてご確認いただければと思います。そして実際の指定国による審査でございますけれども、もちろん各指定国における審査に関しましては各国の特許法、商標法ですとか、各国の国内法制度にのっとって審査が行われますので、ただ他方でメリットといたしましては審査にかかる期間ですね、右側の指定国官庁の中ですけれども、もし拒絶の理由があったような場合におきましては日本でいう拒絶理由通知に対応するものが送付されますけれども、それを送付する期間に定めがございます。遅くとも1年あるいは18ヶ月以内に、拒絶の理由があれば通報する義務が、各指定国には課せられておりますので、そういう意味では迅速な審査というのが期待されるところでございます。こちらも繰り返しになりますけれども各国の制度に関してもご参考として、ご説明させていただきます。各国における、審査に関しましては各国の法制度にのっとって行われますので、詳細な情報につきましてはもちろん各国の特許庁ですとか専門家を通じて入手いただく必要がございますけれども、ワイポの方でもですね、マドリッドメンバープロファイルという形で、基本的な情報というのは掲載されております。こちらいくつかの国に関して特徴的な部分、掲載させていただいておりますけれども、特に、直近変更があった合点といたしましてはですね、アメリカにおける現地代理人ですねの選任の要否でございますけれども、これまではですねアメリカにおきまして現地代理人の選任というのは必須ではなかったんですけれども、こちら必須になっておりますのでご注意いただければと思います。以上が国際登録に至るまでの手続きでございます。散髪におきましては国際登録に至った後の主な手続きといたしまして、事後指定、MM4 更新 MM11 名義変更 MM5 に関しましてご紹介いたします。まず MM4 事後指定手続きでございますけれども、こちらもマドプロ特有の制度でございます。事後指定
とはですね、国際登録後に、新しく指定をすることが可能、まあ、国を指定することが可能となる手続きでございまして、なので例えば出願当初におきましては中国とアメリカで十分であったけれども、その後事業の展開に伴って欧州を追加したいというような場合に、欧州を追加いただけるような手続きでございます。こちらで事後指定でしていただく商品サービスに関しましては、国際登録でしていただいている商品サービスと完全に一致している必要はございません。ただし、国際登録でしていただいている商品サービスの範囲内である必要がございますのでご留意ください。こちら事後指定の手続きにつきましては、特許庁を経由して、あるいは国際事務局に直接、いずれかの方法で行っていただくことが可能でございます。特許庁にお出しいただく場合であれば、プラスしてですね、特許庁に対する手数料として4200円1件につきかかりますのでご注意ください。こちらポイント、留意点といたしましては、手続き、こちらの事後指定の手続きにつきましては、国際登録後に限り可能でございます。なので、出願中におきましては、指定、事後指定できませんのでご注意ください。で、2点目、存続期間でございますけれども、こちらは国際登録に従います。なので、事後指定をしていただいた段階から10年ではなくて、国際登録期から10年という国際登録の存続期間に、従いますのでご注意ください。で、3点目ですけれども、この MM4 の手続きの中で、新しく代理人を選任するという手続きも同時に行うことが可能でございます。こちら、イメージは事後指定に関する代理人ではなくて、こちらの事後指定の手続きの中で新しく代理人を選任された場合につきましては、その国際登録全体に関する代理人になりますので、ご注意ください。で、右側、個別国における留意事項でございますけれども、エストニア、ナミビア、フィリピン、そしてインドの4カ国につきましては、これらの国がですね、マトポリに加盟する前の国際登録について、事後指定をするというのはできませんのでご注意ください。一点ご紹介といたしましては、トルコにつきましても、この4カ国同様ですね、マドプロ加盟前の国際登録に関して事後指定できなかったんですけれども、こちらも、宣言取り下げられまして、トルコにつきましては、加盟前の国際登録に関しても事後指定可能となっております。最後、こちら MM2 と同様でございますけれども、アメリカを事後指定される場合におきましては、同様に MM18 のご提出必要となりますので、ご注意ください。実際の MM4 の様式につきましても、MM2 同様、青色の冊子の方でご紹介しておりますので、テキスト155ページ以降をご覧いただければと思います。続いて、MM11 更新手続きでございます。まあ、国際通りの更新手続きですけれども、こちらも存続期間をさらに10年にわたって更新するという、前通りその手続きでございます。ここではですね、国際登録に関する変更、例えば先ほどの代理人選任ですとかっていう手続きを含めることはできませんのでご注意ください。こちら MM11 の手続きにつきましても特許庁を経由して、あるいは直接、いずれでも手続き可能でございます。こちらのポイント留意点といたしまして3つございます。まず1点目につきましては、こちら、国際事務局による存続期間の満了前6月に非公式で、もうすぐ期間満了しますよというサービス通知ございます。ただ、こちらもあくまでもサービスでございますので、期間管理の方はしっかり行っていただければと思います。で、2点目ですけれども、存続期間満了してしまった後であっても、まあ、日本の国内と類似しておりますけれども、猶予期間がございまして、追加の手数料必要となりますけれども、更新が可能でございます。で、3点目ですけれども、特許庁を経由してお手続きいただく場合なんですけれども、特許庁で MM11 の書面を受理した日に、法的な効果はございませんのでご注意ください。あくまでも国際事務局の方で書面を受理する必要がございますのでご留意ください。その意味で、存続期間満了までですね、1月を切ったような場合におきましては、期間内の手続きというのが難しいくなりますので、直接国際事務局にお手続きいただきますようお願いいたします。こちらの様式に関しましても、173ページ以降ご覧いただければと思いますけれども、様式第3欄、第4の違いについても簡単にご紹介できればと思っております。スライド右側でございます。
まず、各指定国におきまして、もうすでに保護が認められている商品、サービスについてのみ更新を希望される場合におきましては、第3欄、第4欄類似しておりますけれども、第3欄のみチェックいただければ問題ございません。他方、指定国において一部の商品サービスについては、保護が認められていて、他方一部商品サービスについて保護が認められていない場合でありまして、その保護が拒絶されているものも含めて全部の商品サービスについて更新したいというふうな場合につきましては、第3欄のみではなくて第4欄にもチェックいただく必要がございますのでご留意ください。続きまして、MM5 名義変更の手続きでございますけれども、こちらはですね、国際登録についての名義人を変更する手続きでございます。例えば同じ出願人様でお名前が変わる、あるいは住所が変わるというような場合におきましての手続きではなくて、名義人様自体が変わるというような場合の手続きになります。もちろん一部の指定国あるいは一部の指定商品サービスについてのみの変更というのも可能でございます。こちら MM5 の手続きにつきましても特許庁を経由してあるいは国際事務所に直接いずれでも手続き可能でございます。で、特許庁を経由してお手続きいただける場合といたしましてポイント留意点の1点目でございますけれども、譲渡人、譲り渡し人あるいは譲受人、譲り受け人のいずれかが日本国民あるいは、日本国内に住所・居所を有するような場合に限りまして特許庁を経由しての手続き可能でございます。また2点目といたしまして、同一内容の名義変更でありまして、全指定国について全指定商品サービスの名義変更を行われる場合であれば複数登録について一括して手続きいただくことが可能でございます。ただし手数料といたしましては1登録につき177スイスフランが必要となりますのでご留意いただければと思います。右が参考情報でございますけれども、まずその、名義の譲渡に関する証明書類の添付は原則として不要でございます。また、こちらご注意いただきたい点といたしまして、2点目、譲受人、新しい名義人様が代理人を選任される場合にはですね、必ず、様式の第5欄におきます、代理人の選任に関する記載が必要となります。例えば、その、旧名義人の方と全く同じ代理人を選任されるような場合であっても、新しい名義人様として代理人の選任が必要となりますので、必ずお忘れにならないようにご注意いただければと思います。この場合、新名義人様の、署名押印、代理の選任にかかる署名押印が必要となります。こちらも様式に関しましては、青色のテキストですね、187ページ以降に記載ございますので、ご覧いただければと思います。そして、インターネットを利用した各種手続きといたしまして、こちら先ほどの講義でもご説明あったかもしれませんけれども、事後指定と更新の2つにつきましては、ワイプのツールを用いていただきまして、インターネットでお手続きいただくことが可能でございます。事後指定に関しましては、e-subsequent designation というツールございまして、更新につきましては e-renewal というツールがございます。こちらをお使いいただくことでメリットといたしましては、やはり特許庁を経由しなくても済みますし、オンラインでも済むというところでメリットはありますけれども、ご留意点といたしましては、いずれも下側のチェックになりますけれども、料金の支払いに関しまして、必ずクレジットカードあるいはワイポ4年口座の利用に制限されますので、ご留意いただければと思います。そしてこちらのスライドにおきましては、各種手続きの基準日についてご紹介できればと思います。一部繰り返しになりますけれども、MM2、MM4 に関しましては、特許庁の方で書類を受理した日というのが基本的に事後指定日あるいは国際登録日になりますので、法的な効果ございますけれども、MM5 そして MM11 の2つに関しましては、特許庁における受理日は効果ございませんのでご注意ください。また、こちらも繰り返しになりますけれども、本国勘定の受理日というのが国際登録日、あるいは事後指定日になるための要件といたしまして、本国勘定が受理してから2月以内、2ヶ月以内に、国際事務局が書類受理する必要がございますので、差し替え等を生じたような場合におきましては、速やかなご対応を重ねてお願いできればと思います。続きまして、音骨といたしまして、こちらもマドプロ特有の制度でございますけれども、基礎出願、そして登録との従属性に関してご説明差し上げます。
いわゆるセントラルアタックという制度でございますけれども、一言で申し上げまして、こちら、国際登録日から5年以内に、基礎としていただいた商品、出願あるいは権利において、商品サービスが厳粛してしまったような、狭くなってしまったような場合において、その範囲内で、またプロスがもその影響を受けてしまうという制度でございます。例えば、基礎が出願であったのような場合で、その出願がその後補正によって厳粛してしまったような場合、あるいは、登録が存続期間満了してしまって、消滅してしまったような場合、こういった場合におきまして、我々本国勘定の方から、国際事務所の方に、その範囲内における、国際登録の消滅というのを通報する必要がございます。取り消しですね。手続きの流れといたしましては、まずは我々本国勘定の方でですね、消滅の範囲というのを確認いたします。そして、国際事務局への通報内容に関して、書面作成いたします。そして次に、事前にですね、通報前に、名義人様の方に、その内容を通知させていただきまして、ご確認いただくというステップを踏ませていただいております。そしてご確認いただいた後に我々の方から国際事務局の方に、通報させていただきます。その結果として、国際事務局の方でも国際登録簿上、商品サービス取り消しが記録されまして、各指定国においても、その範囲において、商品サービスが消滅するという流れになります。こちらも留意点といたしましては、名義人様、代理人様の方からですね、アクションを起こしていただく必要はございませんで、我々本国勘定の方からご連絡というのをお待ちいただければ問題ございません。こちらも引き続きまして、セントラルアタックのご紹介でございますけれども、救済措置といたしまして、セントラルアタックによって、国際登録が取り消された場合におきましても、一定の要件のもとでですね、国際登録日の利益を保持したまま、各国における国内出願への転換、いわゆるトランスフォーメーション可能でございますのでご留意ください。こちら、国際登録が取り消された日から3月以内にですね、マトポロス出願における、指定商品サービスの範囲内で、直接出願をいただくことによりまして、国際登録日あるいは事後指定日にされた、国内出願の時に見なされますので、もし、そのセントラルアタックの対象になってしまったような場合におきましては、こちらの手段ご検討いただければと思います。そして最後、その他の手続きに関しても簡単にご説明させていただければと思います。こちらいくつか、4つほどご紹介しておりますけれども、いずれも、ご留意点としましては、国際事務局に直接お手続きだけ必要がございまして、特許庁経由で行っていただくことはできませんので、ご注意ください。例えば1点目、MM6 という手続きといたしましては、商品サービスの厳粛。こちら、一部あるいは全部の国において、商品サービスの一部を厳粛したい場合にお使いいただける手続きでございます。続きまして MM9 でございますけれども、こちらはですね、先の名義変更とは違いまして、名義人自体は変わらないけれども、お名前あるいは住所が変わったような場合等に、その変更に関して記録を請求する手続きでございます。で続いて MM12 でございますけれども、こちら代理人の選任に関する手続きでございまして、新しく、代理人を選任するような場合におきまして、こちら手続きいただければと思います。繰り返しになりますけども、MM2 あるいは MM4、5におきましても、同時に手続き可能でございますので、ご活用いただければと思います。最後、MM21 でございますけれども、こちらはですね、国際登録部の誤りを構成する手続き、いわゆるコレクションをしていただく手続きでございまして、ただしこちら、出願人様あるいは名義人様による誤りは対象外でございますので、ご注意ください。最後、特許庁におきましても、マトポロに関連する各種情報をご提供させていただいておりまして、例えば、特許庁のホームページからですね、マドリッド協定議定書による国際出願に関してというところをクリックいただけますと、例えば加盟国の一覧ですとか、各種様式、そして、今お配りしております青いテキストですとか、手数料の計算ツール、それに関して情報をご提供しておりますので、こちら、特許庁のホームページから入手いただければと思います。そして最後になりますけれども、こちら注意喚起でございまして、ワイポ国際事務局以外の社からの手数料請求について、ご紹介いたします。
こちら、最近もよく、お問い合わせいただきますけれども、出願人様あるいは名義人様、そして代理人様の方に、ワイポですとか各官庁とは無関係の社から手数料を支払うよう請求されるような事案というのがございます。こちらよくあるお問い合わせのタイミングといたしましては、やはり国際登録に至ったタイミングで、情報オープンになりますので、そのタイミングで、ワイポですとか似たような名前、ワイポに似たような名前の機関から料金請求があったという事例承知しております。こちら特許庁のホームページからもリンクございますけれども、ワイポのホームページにおきまして、実際にこういうふうな名前の機関から手数料の請求がありましたと、まあ、不正な請求ですけれども、ありました実例もございますので、もしこのような通知、あるいは、請求ございました場合におきましては、十分ご注意いただければと思います。以上が本日お話させていただくテーマでございます。すみません、最後にもう一点だけですね、追加的にご説明させていただきたい点がございます。こちら、マトプロ本国官庁というよりも、マトプロ指定国官庁なので、基本的にその海外の出願人様がマトプロを使って日本に入ってきた場合の手続きに関してのご紹介になりますけれども、令和2年4月1日、来年の4月1日に、法改正を予定しておりますので、ご紹介させていただきます。具体的には、国際商標登録さんに係る手続き補正書の提出期間の見直しでございます。現行法改ですけれども、基本的に今、手続き補正に関しましては、暫定拒絶通報後原則3月以内、期間延長請求も含めましてマックス6月以内のみ、手続き補正書の提出は可能でございますが、改正後来年の4月1日以降におきましては、暫定拒絶通報後、事件が特許庁に継続している限りにおきまして手続き補正書の提出可能となります。ので、言うなれば、手続き補正、可能期間の緩和になりますけれども、この、流れで2点、特にご留意いただきたい点がございます。まず1点目といたしましては、対象となる、マトプロ出願でございますけれども、こちらはですね、国際登録日、あるいは事後指定日が、来年の4月1日以降のものが対象となります。そして2点目ですけれども、改正後もですね、手続き補正可能となるのは暫定拒絶通報後になりますので、もしその前に、商品のですとかサービスを厳粛したいというような場合におきましては、先ほどご紹介した MM6 の手続き、国際事務局経由で行っていただく必要がございますので、ご留意ください。こちらは、改正後も、従前の通りでございます。以上が追加的なご説明も含めまして、本日の私からのご説明になります。本日はお忙しいところ誠にありがとうございました。